帝国キネマ演芸株式会社5月開祖設立から1931年8月28日開祖消滅は第二次世界大戦以前に大阪に存在した映画制作会社である通称帝国キネマ略称帝キネ1920年に大阪の工業士山川義太郎が設立時代劇のほか現代劇でも大ヒットをいくつか飛ばし 千日前で漫才などの演芸工業も行ったが、内紛も多かったとされる。1912年の大阪南の大火災で、千日前一帯が消失したため、南海鉄道の要請を受けた山川義太郎が1914年、一大娯楽センター、楽天地を千日前交差点角に建設した。その、キネマ館で上映する映画を制作するため、同年に、 東京の小林喜三郎の時和商会と共同で天然食活動写真株式会社を設立。山川は大阪市社長に収まった。1916年には面積わずか約2000平方メートルの小坂撮影所を現在の東大阪市の河内小坂駅付近に建設した。1919年の電滑解体後、山川は 国際活営には参加せず、1920年5月、天活大阪支社と天活小坂撮影所を改北浜の相場市、松井伊助と組んで、帝国キネマ園芸株式会社を、大阪市南区日吉橋に設立した。帝国キネマ、長瀬撮影所は土地に建てられている、松陰学園の楠木特館1923年、現在の兵庫県芦屋市の山手に、 映画撮影賞を開設し、新人監督の伊藤大輔が、国木田ドッポ原作の、酒中日記で監督デビューを飾る。1924年には、沢蘭子主演の秘伝物、カゴノトリが、全国公開で封切りされた。この映画は、爆発的なヒット作となり、主題歌も合わせて流行歌になった。沢蘭子主演の、カゴノトリが大当たりして得た。 莫大な工業収入などの豊富な資金をもとで2928年、現在の東大阪市の長瀬駅近くの長瀬、川下半に、敷地面積約3万平方メートル、そして3000平方メートルの屋内ステージ2棟を、備え、東洋のハリウッドと呼ばれた広大な、長瀬撮影所を新設した。しかしトーや撮影所、撮影機材への投資が経営を圧迫し、 ライバルである日活や松竹の現代劇の映画制作が関東大震災から復興し三角稲以上の資本投資で洗練された映画作品を送り出すようになったため三角稲の映画工業も難しくなり窮地に陥った同社は1929年以後は松竹と提携し映画制作をするようになった1930年2月には 厳しい検閲のハサミをかいくぐり完成されたプロレタリアート映画何が彼女をそうさせたかが大ヒットし学生やインテリ層の間でも評判になるが同年9月にスタジオが消失長瀬撮影所はわずか2年で姿を消した以後同社の映画は京都渦政の小畜渦政撮影所を借りて撮影が行われた後地には松陰学園の初代理事長 森平蔵の指定が建てられ、現在は、楠木特館の名称で、火星学実習などに使用されている。2000年に、国の登録有形文化財に登録。楠木特館の前を流れる長瀬川には、三角木根橋がかかっている。長瀬撮影所の消失ごまもなく、楽天地も閉鎖。跡地には、小畜運営の大阪歌舞伎座が建設された。 帝国キネマは1931年8月28日に新興キネマに改組され消滅。山川は経営から手を引き、間もなく亡くなった。その後戦時統合で大都営が日活の制作部門と合併し、大英となった。撮影所は大英時代に分離し、現在の東営京都撮影所となっている。原版ネガフィルム、上映用プリント等の現存するものを書きにあげる。 すべて東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵作品である。ありがとうございます。